はい、みなさんこんにちは。こんにちは。嵐シミナリ店の北川と木村といぐっちゃんです。よろしくお願いします。さあ、ということでね、今回もいぐっちゃんが、動画の方参加してくれてるんですけど、はい、前の動画の時にさ、俺ちょっと気になるフレーズがあって、小学生の時、男女混合で腕相撲1位私取りましょうとあれを聞いてから伏見稲荷の中で一番腕相撲強いの誰なんやろうなと思って全スタッフを含めてね、確かに気になる、確かに。そう、めっちゃ気になるなと思って、一回ちょっとイグちゃんと木村ちゃんで戦ってみてもらいたい腕相撲で木村ちゃんも強そうやん、なんか元バレー部やしさ。いやもうダメですね、ほんま肩が最近何もしてなかった早すぎるやろ、肩が痛なさあ、始まりました嵐中女子腕相撲大会第1回今回のこの第1回やけど、まあ、事実上これは結構頂上決戦に近いんじゃないか木村ちゃんも強そうやし、井口ちゃんもクラス1位という実績持ってるから、うん、これは本当どっちが勝つか分からへんな。じゃあ組み合ってもらって。はいでもなんか固定で北川さんがこうやって出す、はいって言わないと。あ、オッケーオッケー絶対負けるやん。笑っちゃって力入る。いきます。力入れたらあかんで、まだ、はい、ね、レディーゴーおーおお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 はい、ということで、もう木村ちゃん、ほんと見事な一本勝ちやったな。はずい、しんどい、嫌やねん、今日これ女子としてはあんま嬉しくないから。めっちゃ嫌や。歯が立たなかったです。全然歯立たなかったな。全然歯立たなかったです。あんま嬉しないよ。ガーッと行かれて、ということで、今回がね、第1回ということでしたけど、これから木村ちゃんを倒せるスタッフが出てくるのかどうなるんでしょうね。楽しみ。はい、と、はい、いうことで皆さん、また次の大会でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。